柿澤さんが席を開けます。いただきます。谷川さん、はい、この先駆けなんですが、はい、まあ、お父さんはね、はい、道路会社の社長をやってるということで、おじゃあ道路の作り方はもう全て把握してますね。レジャンチじゃなくて道路の方ですよ。さあどうだ、突っ張った、うん、藤山が出る、これは藤山は一方的なスゴ、ね、この辺は力の差を感じましたね、一直線にね、はい、出ましたね。やっぱり藤東としてはこういう、はい、まあ、四つでもこの人左四つになったりして取りますけども、うん、はい、突き押しの方がいいんですかね。ね、相手によるんでしょうけど、相手によりますから、ね、はい、まあ、勝てばいいんですよ、はい、でも谷川さんの場合はほとんど突っ張りだったでしょ、はい、そうですね、いやいや、稽古場四つでも行きましたけど、あ、そっか、本場所は突き押しですよ ね、 あね、立ち合い一気のね、はい、相手をもうなんていうの